ローレン・パオリーにはアメリカ合衆国のバレーボール選手、アメリカ合衆国代表。ローレンのキャリアはテキサス大学オースティン校に入学した2005年に始まる2008年に卒業、アメリカ合衆国代表に招集され、ディフアナで開催されたパンアメリカンカップに出場している。2009年ワールドグランプリに出場した。2010から11年シーズンは イタリアのアシステルノバーラと契約。翌年はセリエ A2 のクレマバレーでプレーした。2013年1月、ロンバード社の倒産により、アゼルバイジャンスーパーリーグのイトサチバクーに移籍した。リーグではベストブロッカー賞を受賞した。同年の FIVB ワールドグランプリ2013に出場した。11月のグラチャンで銀メダルを獲得した。 2013から14シーズンから V プレミアリーグの日立リバーレと契約し、レギュラーラウンドにおいてスパイク賞を受賞した。日立3年目の2015、16シーズンでは、レギュラーラウンドでスパイク決定率2位、総得点4位となり、同チーム初のファイナル進出に大きく貢献し、準優勝とベスト6に輝いた。ありがとうございます。